陪信員の選任とは、陪信制の下で、陪信員となるものを選ぶ手続きを言う。まず、地域の中から、無作為の方法により、陪信員候補者団が選ばれる。陪信員候補者は、次に、法廷で裁判官または代理人から、あるいはその双方からの質問を受ける。法域によっては、代理人が、理由付き寄避を申し立てたり、 限られた数の範囲内で、理由な指揮品を行ったりすることができる。死刑制度のある方域では、死刑制度に反対のものを除外することが必要なところがある。代理人は、計画的、戦略的に売信員を選ぶために、専門家の援助を求めることがある。それ以外の売信研究の利用も、一般的になりつつある。 アメリカ連邦地方裁判所における、陪審員の召喚状ユナイテッド、ステートディストリクトコートウエスタン・リビジョン・ジュリー・サムンズ、ジューン2015法域にもよるが、陪審員の選任手続きの第一段階は、陪審員候補者団を構成することである。陪審員候補者団とは、陪審の任務のために選ばれた人々の集まりであり、ここから陪審員が選ばれる。 売信員候補者を選び出す方法は、選挙人名簿、運転免許者リスト、その他その地域の住民が広く載っている名簿からの無作為抽出である。最近では裁判所が複数の名簿を組み合わせて、売信員の親リストを作成しているところもだんだん増えている。アメリカ合衆国で最もよく使われている名簿の組み合わせは、 選挙人名簿と運転免許者リストであり、19州で採用されている。売信員となる資格があれば、必ず売信員の職務を引き受けなければならないというわけではない。ほとんどの法域で、売信員の職務からの免除自由を限定的に定めており、免除自由があれば、売信員の職務を辞退することができる。最も一般的な免除自由は、 職業によるものである。伝統的に職業による免除自由は、その人の独自の技術や仕事が地域社会にとって不可欠なものであり、長期間その人がいないと地域社会が難重するという場合に限られてきた。その他の一般的な免除自由は、過去一定期間内に陪審員を務めた人たち、自分しか幼児の世話をする人がいない人、 成人の無能力者などである。宗教的、主義的な理由から免除を受けることもできる。また、宗教的または、道徳的な理由から他人に対する裁判に参加する、ことは間違いであるとの心情を持っている人も、免除を受けることができる。アメリカのいくつかの法域では、前に、法律の教育を受けたことがある人や弁護士も、法律の専門家は、 他の陪審員に影響を与えすぎる恐れがあるとの考えから免除対象となることがあるが近年では多くの法域でこの免除自由は削除されている裁判所はこのほか病気や怪我、経済的な困窮や極めて不都合な事情があるといった場合に陪審の任務を免除することができる次に選任手続きにより陪審人が選ばれる すべての陪審員を選ぶ前に、陪審員候補者団が尽きてしまった場合は、裁判所の初期間は、陪審員候補者の集合場所から、さらに候補者を送ってもらわなければならない。もし、追加の候補者が集合場所ですぐに手に入らないときは、ほとんどの法域で裁判所が補欠陪審を選び出すことが認められている。補欠陪審は、裁判所から、 執行機関に対する、その地域のどこか公共の場所で、売信資格のある個人を見つけ出してくるようにとの命令に基づいて、裁判所に連れてこられた売信員により構成されるものである。これは、広範囲の名簿から無作為に売信員を選出するという、より一般的な手続きからは、外れたやり方である。多くの法域で、被告人には、 より公平な裁判が受けられると思われる場所への法定値の変更を求めることが認められている。法定値の変更は、陪審銀行補者団に事件が広く知れ渡っていることによる影響があるときに必要になる場合がある。連邦裁判においては、不適切な管轄を理由とする移送の申し立てや、法的構成を理由とする移送の申し立てが認められて、 法定値が変更される場合がある。陪審員専任手続き中に尋問をする代理人、選ばれた陪審員は通常尋問の手続きにさらされる。これは検察側と被告人側が陪審員に対し異議を述べることができる手続きである。古文老の国ではこれは予備尋問と呼ばれている。予備尋問には陪審員候補者全体に聞かれ、 挙手などの形で答える一般的な質問と個々の陪審員候補者に聞かれ言葉で答えさせる質問の両方がある。双方の代理人が陪審員候補者に対し質問できる方域もあるが裁判官が予備尋問を行う方域もある。どのような方法でまたどの範囲で陪審員候補者を拒絶できるかは国によって異なる。 イングランドでは、異議が認められるためには、被告人がその賠償員候補者を知っているというような、十分な根拠がなければならない。一方、オーストラリア、カナダ、フランス、ニュージーランド、北、アイルランド、アイルランド、アメリカ合衆国などでは、被告人と検察側に、決まった数で無条件の、理由な式費が認められている。 ある陪審員を排除するのに何の理由付けも必要ないというものである。一般的に弁護人は被害者と同じような職業や生活環境にあり、そのために被害者側に感情移入しやすい陪審員を排除し、一方検察官は被告人と類似点のありそうな陪審員を排除する。ただしアメリカでは検察側が マイノリティの構成員を排除し、これに被告人側が異議を述べたときは、バトソン対ケンタッキー州事件判決により、検察側は排除が人種中立的な理由であることを説明しなければならない。代理人が裁判官に理由付き寄避を申し立てることができる法域もある。これは、陪審員の生育環境や心情により偏見があり、陪審の職務には、 不適当であるという主張である。アメリカでは、これを利用して、わざと売信の義務を免れようとする市民もいることが、知られている。アメリカ合衆国では、予備尋問の手続きは、他の国よりも、徹底的に行われるのが通常であり、そのために、実際の運用のあり方は、議論を呼んでいる。質問を受ける際、売信委員候補者に対するプライバシーは、 どの程度保障されるのかという問題は、公平な売信とは何かという問題につながる。売信員候補者に対する徹底的な質問は、単にその人の持っている偏見を聞き出すためではなく、その人が感情に左右されやすいかどうかをも聞き出そうとしているのではないかと疑う人もいる。これに対し、この方法は、双方当事者に評決に対する信頼を持たせると、 反論する人もいる。イングランド及びウェールズでの予備尋問手続きは、あなたは、国王と被告人の双方に対し公平な審理を、することができますかという単純な質問だけである。質問に、はいと答えた、陪審員候補者であれば、誰でも陪審員となる。被告人が陪審員を忌避する権利は、限られている。以前は、理由な式費の権利があり、 被告人は理由を挙げずに、売償員候補者に対する意義を述べることができたが、その当時も寄避できる人数は限られていた。もう一つの寄避は、理由付き寄避であり、その場合、被告人はその売償員候補者が偏見を持っていると、信じる根拠を明示しなければならなかった。以前、売償員候補者に対する寄避は、他の売償員によって審理されていた。現在では、 理由付き機避は裁判官によって審理される。訴追側は、理由な式秘の権利はないが、その代わりに、陪審員に、待機を求めることができ、その陪審員は、陪審員候補者の名簿の最後に回され、従ってその事件では、審理に参加する、可能性が低くなる。アメリカの死刑事件では、陪審から、死刑反対主義者の排除が行われることがしばしばある。 これは、陪審員候補者団のうち、死刑に無条件に反対する人を全員排除する、ものである。これによって、陪審は、その犯罪が、死刑にふさわしいと考える場合には、死刑判決を投申するのを保証する効果がある。同時に、これによって、有罪となる可能性が高まる効果もあると見る人も、おり、そのため論争を呼んできた。連邦最高裁は、 この観光は合憲であると判断した。1970年代から1980年代にかけてアメリカでは理由な式費をより有効に利用するために専門家の協力を求める売信の科学的選別が一般的になった。これは弁護士に売信を都合よく決めてしまう力を与え金の力による歪みを増大させることになるのではないかとの恐れから 議論を呼んできた。とは言うものの、この選別がどれだけ有効かという根拠は、せいぜいよくわからないという程度に止まっている。大きな利害の絡んだ事件の裁判に臨んだ弁護士は、裁判の全過程を通じての支援を求めるため、今日では、より包括的な陪審コンサルティングや、陪審研究が、ますます一般的になりつつある。中でもより一層包括的な分野である。 バイコンサルティングには直接バイと関係しない多種多様な手段、テクニックも含まれている。ありがとうございます。